こちら一見何ということはない映像ですが、映画館級の巨大スクリーンに超高精度プロジェクターが映し出した映像です。名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス、通称ニックにはこのスクリーンとプロジェクターに囲まれた特別な一角があります。ドライビングシミュレーターです。前後左右に加えて床面にも道路を映し出しています。街中も運転できます。もちろん夜間の運転にも対応しています。今この施設で研究を行っているのは、未来社会創造機構の青木博文教授の研究グループです。高齢者が心も体も健やかに過ごせるまちづくりをテーマに、高齢ドライバーの安全運転を支える技術や社会の仕組みを作っています。我々はですね、まず基本的に運転に関係する認知機能と視覚機能、それと実際の運転の技能との関係というのを調べております。隣接するオペレーター室では安全にシミュレーションを行うために、運転手の手足の動きや表情も細かく見ています。その横のスペースではバランス感覚を調べています。歩く様子を画像で捉えて筋力もチェックします。これだけではありません。ここニックの上の階にある青木教授のラボでは、開発したユニークな装置で計測を行っているそうです。早速行ってみましょう。これは一見普通のノートパソコンと市販の VR ゴーグルなのですが、こういった形でVR ゴーグルをかぶっていただいて、それで運転中の映像というのを見ていただきます。でこの VR ゴーグルちょっと特殊でして、頭の向きだけでなくて、その中で目の向きというのも分かります。で例えばですね、車が飛び出してきそうになったり、歩行者が飛び出してきそうになったり、信号が変わっていったり、もしくは物陰から何かが出てくるかもしれないというようなシーンで、どこまでその部分を見てたかどうかということで、主に明らかな危ないシーンを見落とす場合には視覚機能の低下、そして物陰みたいに、あ、来るかもしれないなみたいなところを思うことができるかどうか、それを見落とす場合は認知機能の低下が可能性があるということが研究で分かってきました。本格的な医療機器を使った測定もしています。このハンフリー視野計は、緑内障という視野がだんだん狭まっていく目の病気の診断に使われています。人間の目というのは非常に便利にできていて、目の玉をこう動かすことによって見えてない部分も動かせば見えます。でそれが頭の中でこうパッチワーク状に自動的に処理されてしまうために、自分がその緑内障とかで見えない部分があるというのが非常に気づきにくいんですね。だいたい9割ぐらいの人は緑内障進行するまで気がつかないということが言われております。我々の研究で自動ブレーキがついた車ですと、視覚機能の視野障害があったとしても健常者と同じくらいまで安全性保てるねというような結果は出てきております。ですが、これからはですね、じゃあそういったものが導入された場合に、じゃあ実際にそれで事故を起こしてしまった場合、それはドライバーの責任なのか、それともそれを許可した国とか行政の責任なのか、それともその自動ブレーキを作っているメーカーの責任なのか、そういったところがまだまだ、十分に議論されてない状態です。こういったところはですね、お医者さんとか我々技術者、エンジニアだけでなくて、市民の方とか実際のそういった患者の方とか、そういった方々を巻き込んで、あとジャーナリストの方巻き込んで、そういった問題がまずありますよ、皆さんで考えていきましょうということを広く周知するというような取り組みをこれから、今年来年でしていく予定になっております。そうですね、我々ですね、50代から80代くらいまでのだいたい400人弱ぐらいの参加者の方々ご協力いただいてます。でもうすでに5年間ずっとですねこういった研究をしてきていて、やはり年齢とともにだんだんちょっと運転が少し心配になってきたなとか、中にはですね運転をやめて免許返納した方なんかもいらっしゃいます。で我々こういった取り組みを通じてできるだけ早いうちにその自分の加齢変化というのを気づいていただいて、まだできるうちはですねその運転に注意をする、速度を落としたりとか、それでもしダメな場合にはそういった運転支援装置がついた車を導入していただいたりとか、あとはですねセンター・オブ・イノベーション名古屋 COI の方ではそれでもダメな場合には免許返納して、ただそれで普段の足が失われては困るので、ゆっくり自動運転みたいな形でその地域の足をその自動運転で支えていく、そういったような全体的な取り組みをしております。青木教授の研究についてもっと知りたい方、研究プロジェクトのホームページをご覧ください。リンクは概要欄です。